どうしてだ？マサモトはなぜこうも、大軍を集められる。恐ろしゅうございます。恐ろしさ以上に不思議だ。どうして皆私から離れ、マサモトに集まる。明応2年4月22日。細川マサモトは、現将軍足利義胤にクーデターを起こし、新たに足利義澄を将軍として擁立しました。明応の政変、と呼ばれる事件です。マサモトは、河内の国昇格時にいる義胤を捕らえるため、大軍を派遣して、昇格時を包囲しました。下国上前。やばいじゃん。そう。やばい状況です。でも義胤は、河内の国に、大軍を引き連れて遠征中だったよね。その軍で戦えば余裕で勝てるのでは。その軍を構成していた大名たちですが、政変が起こると、みんな、マサモト側につきました。なんでや。わからない。なぜ皆に裏切られたのか。私を最後まで守るはずの方向衆まで、都に引き上げていったではないか。なぜだ。おそらくマサモトは、単独犯ではなく、共謀する者がいるのでしょう。確かにそうかもしれぬ。裏で糸を引く者がいるのやもしれない。困ったものだ。しかし、我が方には依然として、8000の兵がおります。加えて今我が両国キーから、1万の援軍を向かわせております。合わせて約2万。まだまだ戦えますぞ。はい。援軍到着次第、都に攻め上り、マサモトどもを駆逐しましょう。よろしい。今しばらくは苦しいが、もう少しの辛抱だ。なんとか昇格時を守り抜くぞ。はい。しかし1ヶ月後、河内の国昇格時に進軍していた、紀州からの援軍は、播磨の大名、赤松正則の軍に足止めされ、合戦に発展。激戦の末、紀州軍は退けられました。あ、援軍が死んだ。すでに援軍が見込めず、籠城するための兵糧も底をつきた義胤たちは、絶望的な状況でした。この状況を見て、最後まで義胤に突き従った畠山正長は、自害。正長の子、久信は、奇襲に落ち延びました。畠山殿を、悔しいのう？悔しいのう？これ以上の抵抗は無駄だ、と悟った義胤は、降伏、正元の軍に逮捕されました。ちなみに、今まで義胤に禁止していた羽室光忠は、この時殺害されました。羽室かわいそう。捕まった義胤は都に連行され、大衆の好奇の目にさらされる中、護送され、両安寺に誘致されました。この時に義胤は、粗末な板越しに乗せられ、お供はわずか6人しか許されませんでした。ほぼ罪人扱い。しかも両安寺に幽閉された後、さらに受難します。ああ、囚われの身でも、都は、飯だけはうまいな。う、くる、し、い、死ぬかも。九死に一生を得ましたが、食事に毒を盛られることもありました。踏んだり蹴ったりとはまさにこのこと。戦に負けるということが、格も苦しく、悔しいものとは。しかし悔しさ以上に疑問が残る。なぜ私は負けた？何がいけなかった？確かに、なんで負けた？この人。負けた理由は、負けた者からの視点だと、わかりにくいものです。というわけで勝った者、正元たち、の視点から、明応の政変を見てみましょう。明応の政変の概要をざっくり言うと、畿内の有力大名、細川正元が、将軍、足利義胤を配立して、新たに足利義澄を擁立した、という事件です。なるほど。でも概要だけだと、負けた理由まではわからんね。負けた理由はズバリ、将軍家が、義胤に味方しなかったことです。将軍家？義胤は将軍だったんだから、将軍家は義胤のものでしょ。将軍家が将軍に味方しないなんてありえるの？ありえます。なぜなら明応の政変前の将軍家の代表者は、義胤ではなく別の人物だったからです。誰だろう？日野富子です。おお、義政の嫁じゃん。そうだね。義政の正室として、将軍家の中心にあり続けた富子は、御台様と呼ばれ、幕府の内外で尊敬される存在であり、義政亡き今、将軍家を代表する存在でもありました。ついこの前、京都に登ってきて、経験も人脈もない義胤が、曲がりなりにも将軍としていられたのは、富子の指示があったからなのです。そんな富子が、正元のクーデターを指示し、義胤を見放したので、天下の大名たちも富子に習い、義胤を見放したのです。これは最強のおつぼね様だ。まあね。
でも謎だ。何が？なんで富子は義種を見放したの？意地悪なの？富子はただ意地悪で義種を将軍から下ろしたのではありません。富子は将軍家を守るために義種を捨てたのです。義種は六角征伐、河内征伐と休む間もなく遠征を繰り返し、さらにその後は朝倉征伐も予定していました。当然遠征をするたびに大名の負担は増大し、義種に対し不満はたまります。将軍である義種への不満はやがて将軍家も向けられるようになり、足利将軍による武家政権、室町幕府自体に不満を持たれかねません。室町幕府というのは所詮大名たちの連合政権です。そして幕府の中核たる足利将軍家は独自の経済基盤や軍事力に乏しいため、大名に見放されたら存続できません。昨日今日将軍になったばかりの義種と違って、足利家に腰入れして以来長きにわたって幕府を見守り続けた富子は将軍家の脆さをよくわかっていたのです。だから義種を捨てて大名の不満を和らげ、大名たちとの関係を良好にしようとしたのです。なるほど。じゃあ富子が明王の政変の首謀者だったのかな？そうとも言えない。違うのか？もちろん明王の政変の成功は富子の指示によるところも大きいけど、やっぱり細川政元が首謀者かな。段取りして実際に軍を動かして義種を逮捕したのは彼だし、そして何より政元にはこの政変を起こさなければならない動機もあったのです。発端は明王の政変の2年前、六角征伐の時に遡ります。金剛寺での敗走、面目次第もございません。よい。増援を送る。まずは奪われた拠点を奪い返すのだ。はは、必ずや奪い返します。六角征伐は将軍になって間もない義種にとって自らの威信をかけた大事業でした。そんな失敗は許されない遠征で、政元家臣の安富元家は六角高頼の奇襲を受け、前線基地を奪われるという失態を演じます。義種怒ってるだろうな。だろうね。義種はこれ以降露骨に政元を冷遇し始めます。ひどい。大事な戦でミスりはしたけど、露骨に冷遇するほどのこと？あとは単純に政元が目障りだったし。理由がひどすぎる。でもそれも仕方ないことなんだ。細川慶長家は強くなりすぎた。応仁の乱以前の細川氏は三管領家という管領になれる特別な三家のうちの一つとして、残りの二家、芝氏、畠山氏と肩を並べる程度の存在でした。しかし応仁の乱後、芝氏は領国を失い、畠山氏は分裂し弱体化しました。逆に応仁の乱で広大な領国を失うでもなく、一族内で分裂することもなかった細川氏は相対的に権勢を高めたのです。特に細川宗家である慶長家当主細川政元は、先代将軍義久死去後に次期将軍として堀越公方、足利政友の子成功を推すなど、義種にはコントロールしきれない人物でした。これは目障りだね。なので義種は同じ細川氏の中でも政元ではなく阿波守護家の細川義治を重用します。細川氏以外でも三管領家の芝義藤や畠山政長と関係を深めます。特に畠山政長は義種政権下で管領になるなど、政元の対抗馬として重用されました。こうして政元は冷遇され、御所の中で日に日に居場所を失っていきました。今の御所からは距離を置くのが賢明だな。しばらくは修験道に励むとしよう。修験道ってなんなん？山にこもって厳しい修行をすることで神通力を手に入れようとする宗教です。神通力で空も飛べるそうですよ。朝原将校やん。その人と一緒にしていいのかわからんけど、とにかく修行のために山にこもったり全国を旅したりできるほどには義種の政権から孤立し離れていたということです。なるほど。しかしそんな政元も感化できない問題が起こります。河内征伐するの？この前六角征伐したばかりでしょうが。はい。しかし御所様はもう天下に広く河内征伐を号令しており、六角征伐と同程度の軍勢が集まる模様ならん。今は山にこもっている暇はない。御所様を止めに行くぞ。はい。討伐対象は河内の国を実行支配する畠山元家です。もし元家が討伐されれば大変です。応仁の乱以降分裂し弱体化していた畠山氏が畠山政長の元に統一され、京都の南方を支配する一大大名畠山氏が
復活してしまうのです。こうなれば政元の立場は、より脅かされます。なので政元は、義種に征伐をやめるよう要請しますが、拒否する。河内征伐は決定事項だ。しかし、立て続けの遠征に、諸大名からは不満の声も聞こえます。おやめになることを強くお勧めするのですが、くどいぞ。将軍に立てつくのか。そのようなことは決して、一つ言っておく。河内征伐が終われば、次は越前の朝倉を征伐する。その後は未定だが、私には、誰が相手でも、どこへでも、征伐に向かう意志がある。そのことを夢忘れるな。はい。いずれはうちを、征伐するつもりか。もう、手段は選べない。こうして義種と決裂し、追い詰められた政元は、幕府行政のトップ、万所当人の、伊勢定宗を通して、諸大名に根回しし、クーデターを決行したのです。結果政変は成功し、義種は逮捕されました。そして図らずも、この明王の政変をきっかけとして、慶長先生とも呼ばれる、細川慶長家が、幕府を独占する時代がやってくるのです。何はともあれ、逮捕した義種は、小豆島に島流しにすることが決まり、明王の政変は一段落します。いやぁ、これでやっと、修行に励むことができる。そうは思わないか。は。はい。しかし、あれだな。あれと申しますと？今日は風が強いな。東からの風が、強く吹いてますな。この風に乗せて、久保をとっとと島に流せと、天狗が風を吹かせているのでしょうな。面白いことを言うではないか。これは、良い風だな。良い風だ。良い。東風が吹いている。長年、美濃で野山の風を呼んで生きてきた私には、わかる。この風に乗って、嵐が、やってくる。明王2年、1493年、6月29日、夜、嵐が吹き荒れる夜の闇に紛れて、義種は京都から逃げ出しました。いずれ将軍の座を奪い返すという、志を持って、京都を去ったのです。なんとその志は、長い年月を経て実現し、再び、雲下のごとき大軍を引っ連れて、京都に戻ってくるのです。すごいね。ちなみに、いつ、戻ってくるの？ああ、また続くになってる。